実行時は、北海道函館市、船見町にある日蓮州の寺院。函館開港後は一時ロシア領事館の仮支宿所としても使用された。1655年、山の上町に日時を支宿した清弘が草案を結んだのが始まりである。1690年、北家寺の末寺となり、1714年、本万寺より自業交渉を許可された。幕末に、 函館が開港すると、実行時は外国人の宿所として利用された。1854年には、ペリーが函館に来港すると、随行画家、ビルヘルム・ハイネラの宿舎となった。1855年、フランス軍艦シビル号が函館へ入港し、疾病水平の養生所とされた。1858年、在函館ロシア領事、ヨシフ・コシケービチが赴任し、 両時間建設までの四宿所となった。1869年、函館戦争が終結すると、住職の日高氏は、強閣の柳川熊吉等と共に放置されていた、旧幕府軍戦死者の遺体を収容し、ビ埋葬している。1879年12月6日の退化で、消失後、廃寺の危機を迎えたが、1881年に、現在地へ移転。 1884年、美信山駆動寺の末寺に編入、中本残閣寺院となった。1890年、北海道の美信山、触れ頭寺となった。その後1896年と1907年の火災で二度消失した。1918年、土蔵風大化建築の原本堂が混流された。北新伝明剣堂に北新明剣菩薩を祭り、 明治維新の函館戦争で戦死した合津藩士の墓や日仏神前函館発祥記念碑がある。正門前に大東は戦争戦死病順者供養党、日露薬戦死中根頭が立つ。金元三宝亀寺し誰桜日蓮宗は1941年に本末を解体したため、現在では旧本山、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。